セルティック前田大然さん、チャンピオンズリーグ2試合連続ゴール。前田大然が CL2 戦連続ゴールも衝撃7失点。セルティックはドルトムントに大敗で開幕2連勝ならず。まあセルティックは負け想定ないやろ。こんな大差は想定外かもしれんけど。セルティックは負けは想定内だよ。ただ7失点はやってない。セルティックは前節は5点取って辺境クラブをボコってたのにな。前田がゴールするから火がついてしまった。前田、旗手、古橋は実力的には5台でやれると思うけども、いい話来てほしいな。旗手が前半から出ていたら6、2くらいになっていたかもしれない。前田はステップアップしろ。スコットのレベルが低いのはしゃあない。ただセルティックでも前田は代表に欠かせないピース。スコットとブンデスでここまで差あるのか。セルティックのイケル伝説中村俊輔をやはり超えてはなかったな。前田はマジで良かったよ。欲しがるチームあると思うけどな。まあ想定内の結果よ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。